こんにちは今回ジェーーーームス・キナーさんのニューヨークイベントを主催していますすドアティ・リョーコです今回どうしてジェームス・スキナーさんをニューヨークに招いてイベントをしたかったかその話を少しさせてください。私はですね11年間ロンドンに住んでいまして昨年アメリカに引っ越してきたんですがその時に全く私の友達誰も知ってる人がいなくって どんなふうにアメリカで人生を過ごしていきたいかなっていうふうにですね自分の人生を改めて見つめ直すきっかけがありましたその中でその時は、まあ、主人にですねついてくるような形でアメリカに来たんですけれども何かこうちょっと自分の中で積極的になれない自分がいてどうやって自分の人生進めていこうかなっていうふうにすごく悩んでいた時でしたその時に、えー、日本に帰画した際にですね ジェームス・キナーさんにお会いして、その時にスピーチを聞いたんですけれども、そのスピーチがですね、とっても心に響くスピーチだったんです。今まで聞いたこともないような感動のスピーチでした。その時に、ああ、私はすごくこう自分のことを小さく思ってたんだなって感じました。そのスピーチを聞いてから、自分はもっとなりたい自分になっていいんだな、そんなふうにすごく感じることができるようになって、 自分の人生の方向性だったり自分の人生で成し遂げたいもの自分の人生で成し遂げたいものを考えるようになりましたそしてですねその時からどんどん自分のアメリカでの生活のスタイルであったりとか気持ちが変わってきました例えばお友達もそうですねそれまでどうしてもこう内向的になっていて なんかアメリカでの生活が楽しめないなそんなふうに思っていたんですけれども何かこう被害者的なところがあったんですねでもそこが、えー、主人の妻であったりとか主人の、えー、両親からですね義理、まあの娘っていうようなそういうラベルで生きていた自分からガラッと変わったんですね自分の人生をもう一回やり直そう自分の足で自分というものを誰々の妻とかそういうことじゃなくて 自分の人生を生をきようと思いましたそして人間関係も変わっていってそれまで誰もお友達がいなかったんですけれども自分からすごく積極的になれてですねもう自分1年前の自分では考えられないくらいなんか連絡を取ってですねちょっとお話しさせていただく機会を設けたりとか全く知らない人にもですねそういうことができるようになってきてそのおかげでどん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 。 自分がなりたいな、自分のアメリカでの生活、こういうふうにしていきたいなっていうのがどんどん変わるようになりました。そして、主人との関係もそうです。自分のですね、こういうふうに生きるんだっていうふうに決めて生きるようになったらですね、主人もそれをすごくサポートしてくれるようになりました。私が今まで生きたかったこと、それに理解を示してくれるようになり、自分がこうありたい。 その自分で相手も私を接してくれるようになったんです。これは本当に大きな,大きな変化でした。そしてジェームス・キナーさんなんですけれども、彼はアメリカ人です。日本語を流暢に話すアメリカ人です。ただ、言葉だけではなく、彼は日本人の心を理解しています。日本人の文化、歴史、えー、落語であったりとか、そういうことまでも本当に日本人のことを知り尽くしています。 その彼だからこそ今アメリカでニューヨークでさあこれからの人生どういうふうに生きていこうかなそんな時に彼は成功の法則を唯一私たちに日本人の立場でお話ししてくれる方だと私は確信を得ていますあなたの人生がより輝いたものでありますようにもっともっとあなたができるその可能性を開くそんな機会になれたらと 本当に心から願って今回の企画をさせていただきました。ぜひ会場でお会いできるのを楽しみにお待ちしております。最後まで聞いてくださってありがとうございました。